小小西西君、はい、立憲社民の小西博之でございますあの冒頭、あの委員長にお願いでございますが、あの昨年12月1日の本委員会での私の質疑における内閣法制局長官の答弁につきまして、お手元の配布資料の1ページでございますが、えー、線を引いた部分、私からの法解釈の前提の立法事実の確認というのは、 確認というのは法制局の仕事、所掌には含まれないという理解でよろしいですか、法制局は事実の確認はしない、あらゆる解釈、法令の根拠となる立法事実については、一切確認はしない、完治しないという理解でよろしいですか。 との質問に対して、近藤長官よりなされた立法事実については、担当省が現実に起こっている事実を確認し、それを私どもにご説明いただくということで、私どもが直接立法事実を調べに行くということではなく、あくまでも担当省庁がこういう事実がありますということを前提に法案を説明されますので、それを私どもは完全に信用してやると。 との答弁につきまして、完全に信用してやる等と答弁されておりますが、内閣法制局設置法上の審査事務および意見事務の職責を踏まえたこの答弁の趣旨について、委員会としての確認をお願いしたく存じます五国理事会にて、協議いたします小西洋之君。 ありがとうございました。ではあの対初心の質疑の方に移らせていただきたいというふうに思います。あのまあ、政府におかれましては、えー、バイデン政権あの発足後あの両大臣3月12日のまあ、政府全体のこのクワッド茂木大臣は出席されたということでございますが、またえ3月16日のあの2プラス2とまあ、重要なあの日程をあの重ねられているところでございます。あのまあ、安保法制は憲法違反であるというあの論陣を。 貼ってあのおります。ところでありますけれども。あのまあ、私もまた我が会派もまあ、台頭してくる。この対中国に対して、えー、またこれまでの国際社会あるいは？ この地球規模でのこの市民社会の価値観とは違うあのそうした動きを重ねている中国に対して、まあ、我が国がま日米同盟を軸として基軸としてまたあの連携できるあの国々とまあ、あのどのようにあの対処していくかということは我が国の外交安全保障上まあ最重要の課題であるというふうに考えております。まあ、そうしたあの観点からあのちょっと基本的な質問をさせていただきたいと思うわけでございますけれども、まずあの茂木大臣にあの質問でございますが、まあ、政府としてま中国はもしね。 大国であり、今後、恐らく大国としてのですね地位を高めていく、あるいはあの、まあ、軍事力、あるいは経済についても、いろんな形で国力を強めていくということが考えられるところでございますが、今後、中国が大国として、どのような姿をま示し、またどのような役割を果たしていくべきであるというふうに、まあ、政府として、日本政府としてあの考えていらっしゃるでしょうか、大臣の答弁をお願いいたします。茂木外務大臣 まず、あの国会でもあの大変な論客として知られるあの小西議員がですね外交安保政策についてほぼ考え方をですね。あの共有していただいている大変あの心強く思っているということであります。あの、中国が世界第二のま経済大国となって、また経済に限らず政治軍事、あの技術など様々な面で。 その行動が国際社会の影響力を増しているのは間違いないと考えております、うん、中国はもはや国際秩序そして自由貿易体制さらには気候変動などの問題でもですね フリーライダーではない、責任ある大国として貢献することが、国際社会から求められているんだと思います。あの例えば WTO、まあ、これから、ね、WTO の改革についても議論とか深めるわけでありますが、中国、最大の途上国と自称しておりまして、独自の制度を維持して、さまざまな恩恵を受け続けると。これはやっぱり WTO 全体が歪んだ構造になっていくということでありまして、もはやこういったことは通用しないと、このように考えているところであります。その上で、中国との安定した関係、これは日中両国のみならず、地域および国際社会のです、ね、平和と繁栄のために重要だと考えておりまして、日中は世界第二そして第三位の経済大国として、 地域をよび国際社会の諸課題にま取り組んでいく責務、これを共有しており、両国が国際社会のルールに則っとってその責任をしっかり果たし、国際社会の期待に応えていくことが重要であるとこのように考えております。小西博之君あ、ありがとうございました。あのまあ答弁の中にあ,のありますまあ責任ある大国として、まあ中国があの今後 まあさまざまな諸課題のこの地球規模あるいはその地域の課題についてまあ責任を果たしてまた日本もまあ大きな大国の一員としてまあ一緒にやっていくというようなご主旨というふうに承りまらせていただきました一方であのアメリカにおきましてはまあトランプ政権からバイデン政権に変わってまああのバイデン大統領のあの就任演説とあるいはあのその後のまあ国家戦略のまあ指針などでもまあ今後の新たなそのバイデン政権としての まあ国の方針というものが示されているところでございますけど我が国としてあのアメリカですね、アメリカはどのような、同じような質問なんですが、逆にアメリカは大国としてどのような責任を果たしていくべきだというふうにあの政府はお考えでしょうか、茂木大臣、お願いいたします茂木外務大臣。あのまあ米国でありますが、政治、経済、軍事、あらゆるまあ面においてですね、 世界随一のま大国でありまして国際社会の秩序をですね維持強化していく上でアメリカの存在というものは欠かすことがまできないと考えておりますそして我が国にとっても自由民主主義人権法の司会といった基本的価値をま共有する 同盟国でありますその米国が我が国をはじめとする同志国と連携して、世界のさまざまな課題に対して、リーダーシップを発揮していくということは、インド太平洋地域および国際社会の平和、安定、繁栄にとって極めて重要であると考えております。確かににトランプ前政権におきましてはです、ね、米国第一主義の下で マルチの枠組みよりも、例えば米中といった形で,です、ねあの、バイデンのまあ交渉というのを先行してきたわけでありますが、これに対して、えー、バイデン大統領は就任演説においてもです、ね、世界に再び関与する。えー 同盟を再構築して国際社会を再び積極的にリードする、そういった決意を示しております。バイデン政権は日米同盟、そして自由で開かれたインド太平洋に実現に向けた揺るぎないまメン コミットトメントを示してていると考えておりますあの小西議員の方からも言及いただきましたが、先週の2プラス2、政権発足からまだその時点で2ヶ月経ってないという早いタイミングで,です、ね、日米の外相会談、そして岸大臣とともにです、ね、2プラス2、まあ、開催しましたが、このことが示しているのは、日,日米同盟というものが、この地域のみならず、 今や世界の平和安定繁栄の礎と。 コーナーナストーンになってていいるとととうことだと考えております日本としても、このような米国の姿勢を歓迎をし、日米で緊密に連携して、日米同盟の一層の強化であったりとか、自由で開かれたインド太平洋の推進に取り組むとともに、国際社会共通の課題に対応する対応でも、共に国際社会をリードしていきたい、このように今考えているところであります。おそそらくその 冷戦構造化におけるベースの対立というものは、言ってみますとです、ね、北大西洋条約機構というものがあり、ワルシャワ条約機構というものがあり、両側が全面的に、特に軍事面を中心にして対立をしていた、その構造からです、ね、必ずしも中国にとって、ワルシャワ条約機構的なものはありません。 そして我々は単純に軍事的な結びつき、安全保障的な結びつきというよりも価値観によって同盟、そして同志国というのを作ってですね、ワンボイスで正しい行動とこれをですね求めていくとその中心に日米があるとこのように考えております。小西弘一君、ありがとうございました。あのまあ、バイデン政権になって、まあ、本来のアメリカのま国としての在り方。 だと思うんですが、まあ、世界のこの普遍的な価値をですね。あの、大リードする国として、まあ、再び世界に関与すると、またその中においてまあ、同盟国との関係連携をまあ大切にしていくまあ。そうしたあのアメリカのあり方というものを、ぜひあの日本としてもあのしっかりとあの連携していただきたいというふうに思います。で、あの次の質問でございますが、あの中国についてですが、あの実はあの昨年はあのコロナで中止だったんですが、私はあの日中次世代。 若手友好議連という、超党派の議連がございまして、実は自民党と公明党の先生方と、実は団長はの遠山先生だったんですが、国会で安保法制の憲法違反で、急戦法をやってる私を、超党派の団に加えてくださったと、本当にありがたい。 私人徳のある方だったんですけれども、あのでまあ、実は毎年ですね、もうかれこれ4年、5年ぐらい、私、毎年中国に行っておりましたで、北京だけではなくて、あの他の地方都市も必ず訪れというあの工程を組んでおりまして、でまあ、そこでさまざまなこの中国の国内課題ですね、まあ、例えば貧困問題ですとか、あるいは都市と地方の差ですか、そういうものをあの垣間見てきたところでございますけれども、あの質問なんですが、この中国が、 その強国として、あと世界でなかなか受けられない価値観というものを示しながら、あるいは実際の行動に移していく、その中国はなぜそういう行為に国として、国家として出ているのか、先ほど大臣がご指摘いただいた冷戦の当初は、ですねジョージ・ケナンというアメリカの分析家が、この封じ込め論の理論的主張として、なぜソ連が、 こういう行動に出るのか、まあ、ソ連というのは国内的にどういうあの構造問題等を抱えた国かという、まあ、優れた分析をなしておりますけれども、その中国、まあ、この間の2プラス2でも、えー、政治的、経済的、軍事的、技術的な、あ,のまあ入れない行動に出ているということを明示しておりますけれども、なぜ中国がそういう行動に出てくるのか、その中国の分析について、政府の見解、茂木大臣、お願いいたします。茂木外務大臣 あの中,国中国側の,です、ねあのえー、行動の背景や原因についてはです、ねあの、いろんな見方あ、ごめんなさい、聞こえますか、大丈夫ですか、いろんな考え方あると思うんですが、例えば、えー、大国となった中国の威信を高めたい、えー、こういう思いであったりとか。 現在の国際秩序と、これは既にですで、ね、にブレトンウッズ体制含めあの、いわゆる先進国で作られてきたものであって、それをより自国にですね有利なものにしたい、さまざまなあの意見があると思います。じゃあ、率直にどれが正しいのかと、本当なのかというのは、なかなか分かりにくいところがありまして、かつても例えば、キューバミサイル危機の時にですね、 なぜキューバはです、ね、ソ連製の SS2 のミサイルをです、ね、ああいった U2、えー、偵察機がです、ね、明らかに分かる形で配備をしたのかとあのグレアム・ティー・アリソンがです、ね、3つの理論を使って説明をすると、えー、3つそれぞれとも当てはまるんですけどどれが正しいかとおそらくフルスチョグに聞かないと分からないというところはあるんだと思っております。おそらく 現在の中国のですね行動、そしてその背景にある原因等につきましても、ですね中国内政上の課題であったりとか、外交・経済政策に関連してのものということだと思いますが、その詳細について、ですね私がこれが正しいんだということでお答えすることは控えたいと思うんですが、いずれにしても、ですね中国が関連したさまざまな動向というものが、 安全保障面でも、政治面でも、経済面でも、技術面でもあるわけでありまして、そういった動向については、常に注視をしております。 谷口平井君、はい、あのありがとうございます。まあ中国がまあ政治面さまざまな面でまあいろんな課題を提起していると、まあツープラスツの共同声明にございますけれども、まあその根本原因ですね。中国はなぜそういう国家行為を国家行動を取るのかについてはえ我々もあのぜひいろんな分析を重ねていきたいと思います。次四番のところまあちょっと時間であのまとめてあのお願いしたいんですが、この中国なんですけれども、ではあの。 今のように、この中国が国際社会の価値観とですね相入れないような行動を重ねる場合に、中国においてはどのようなデメリットがあるのか、逆に中国がその冒頭の質問にあるように、この大国としてですね責任を果たす、あるいはその世界の普遍的な価値と調和するようなあの国の在り方、あるいは国家としての行動をしていくことにおいて、まあ、逆にどのようなメリットがあって、まあ、その際に日本として、まあ、例えばどのような連携や協力ができるのか、そのことについて、茂木大臣、答弁をお願いいたします。 茂木外務大臣。あの、先週のですね、あの、日米ツプラスツでは。えー、まあ、中国によります、まあ、既存の国際秩序と合致しない行動。えー、これは日米同盟及び国際社会に対するさまざまな、課題を提起しているという認識でですね。米側と一致を見たところであります。何も、あの、これはですね。え、中国を、まあ、批判する目的ではなくて。 中国にとっても国際社会のルールにのっとり、その責任をしっかり果たして、国際社会の期待に応えていくことが、中国自身のメリットにもなると考えております。あの日本や米国だけの考えではなくて、これは国際社会全体がそのように考えており、この期待に応えていくことが、中国のためにもなると思っておりますし、逆にそうでなければですね、 国際社会からの信頼、こういったものも得らんないんではないかなと考えておりますあの。かつてですね、ギリシャの北方、マケドニアの小国から起こりまして、ですねそして地中海から中,中東、さらにはアジア、インドと大帝国をですね築いたアレクサンダー大王と、県によって得られたものは長続きしないが、優しさと節度によって得られたものは永遠であると。 このようにです、ね、力の象徴であるアレクサンダー大王も語っておりまして、覇者にとって、また国際社会で主導的な立場を占めたいと考える国にとって、取って優しさ、そして節度と、非常にあの重い言葉だと思っております。 小西博之君、はい、あのどうも本当に味わい深い答弁、ありがとうございました、あのおっしゃるとおりでかとお受け止めさせていただきました、であの引き続きあの中国なんですけれども、先ほどあの大臣がおっしゃられたように、冷戦時代と違って、中国の,まあこの領海侵犯ですね、あのような行為を中国と一緒に行う国。 がない状況、まあ、中国単独でまだ行っている状況というのは非常に重要な,なんうか情勢、逆にそれを一緒に行動するような国が現れてくると、あの日本としても大変なことに、国際社会としても大変なことになるというふうに思っているんですが、でそれはさておき、あの次の6番でございますけれども、あの一方で、あのこのアメリカと中国の この緊張状態をあの冷戦状態に例えるようなあの議論もあるわけでございますの。のありますが、ただ一方であの中国とアメリカはまあ、お互いそれぞれあの最大規模のですね。あの貿易相手国であるわけでございます。また、日本においても中国はそうした関係があるわけでございますが、そうしたお互いのこの経済依存関係。 というものははあのは今のこのトランプ政権、経済制裁なども行っておりますけれども、今起きているこういう緊張状態というのは、そういう大きな経済相互の,この依存関係、それをも変容しうる、逆に大きな経済依存の,あの関係があるので、米中、日中はもちろんですけど、米中というのは、そこまでの大きな危ない関係にはギリギリ至らないんじゃないのか、どのようなあの見解をお持ちでしょうか。茂茂木木大大臣臣お願いいたします茂木外務大臣 あのその点は確かにです、ね、非常にあの難しい見極めが必要だと思っておりますが、少なくともその米ソ冷戦構造時代とは違っていると思っておりまして、あの当時の,まあの米ソの関係、まあ、の現在の米中、まあ、特にあの米中の経済関係とはかなり違って、アメリカとそしてソ連の間で、ですねのあの え貿易とそんんななに大きな額を占めてたたわけでではありませんでしたあのところが現在、今中国は世界第2の経済大国え、それもアメリカの3分の2ぐらいになっていると、え当時の、えー、アメリカと、えー、ソ連で言いますと、3対1以下だったんじゃないかなと思いますけど、えー、そういったまあ経済大国であるのと同時にです、ね、日本にとっても、米国にとっても、 中国国は最大の貿易相手国でありますまた、中国にとっても、米国は第1位、そして日本は第2位の貿易大国であります。まあ、確かに、米中間では通商問題、そして先端技術をぐる巡るま競争等さまざまな分野で、経済面でもまあ意見の対立が見られるわけでありますが、米中両国の影響力からしてもです、ね、国際社会全体にも関わる問題でありまして、 米中両国の関係の安定というものが、国際社会にとっても極めて重要であり、我が国としてもその状況、注視をしていきたいと思っております。あの自由貿易体制というか、まあ、こういったです、ね、安定した経済体制を作っていくということは、全体にとってもメリットがある、おそらくさらにはです、ね、気候変動問題と、こういったことを考えてもですね、 協力関係を模索していくというか、えー、深めてあの協力関係を追求していくということが重要だと思っておりますただその一方でそれがためにですね基本的な価値観こういうものを譲ることはあってはいけないとこのように考えております小西寛之君 じゃあ、ちょっと残りが迫ります基地大臣、すみませんあの、7番と8番をまとめてお願いしたいんですが、あのまあ、我が国の最重要の国際関係である日米同盟の本質なんでございますけれども、アメリカから見たこの在日米軍基地、まあ、横須賀などの基地のこの軍事的なメリットと、あと、それが自由で開かれたインド太平洋構想におけるま意義、役割、また、のこのアメリカがこうしたあのかけがえのない価値をまきちんと認識しているのか、それに対して我が国の努力について、ちょっと時間ですので、簡潔に答弁をお願いいたします。 岸防衛大臣関ケツお願いします。はい。まあインド太平洋地域の安全保障環境まあ厳しさを増している中でですね、日米同盟というものはこの地域の平和,平和と安定の礎である。も、え、う、ーまあ、これまででになく重要になってきているというふうに考えています。それ日米軍は極東のみならず米国の、えー、地域展開を、えー、支えて。 いる存在だと思いますこのように前方展開をする米国の米軍のプレゼンスは、インド太平洋地域全体における米軍の利益の確保に貢献をしており、米国もこの体制から大きな恩恵を受けていると、こういうふうに考えております。あのまあ、こうした観点から、米国政府にもです、ね、この日米同盟については理解をされておって、 2プラス2や防衛省会談において、日米同盟の抑止力、対処力の一層の強化の重要性、また同志国やパートナーとも連携しつつ、自由で開かれたインド太平洋を維持、発展させていくことの重要性というものを確認をしているところでございます。あのこれまででも米米国はは日米同盟は超党派の 指示を得てきてきおるところでございますバイデン政権の発足後の間もない時期に、国防長官、国務長官があの日本に最初にお越しいただいて、えー、ということは、ですねまさに米国が日本を一番に重要な存在と、日米同盟の重要性を認識してのことだというふうに考えてお次回からいつものトンも戻るかもしれませんが、混ぜるかもしれませんが、どうもありがとうございました。終わります 深刻。白